甲子園球場、阪神園芸が紙整備開始、シート撤去。阪神、巨人、22日、甲子園球場、リーグ優勝に向けた直接対決の大一番を前に、甲子園球場は朝から雨に見舞われた。内野にはシートが敷かれていたが、15時頃には雨が止み、阪神園芸が撤去を開始、決戦へ向けてグラウンド整備を開始した。紙整備としてファンの信頼も厚い阪神園芸。 SNS では阪神園芸さんお願いします、阪神園芸さんさすがです、阪神園芸さんありがとうのコメントが続々と寄せられている。阪神園芸さん本当にありがとうございます。この後雨が降らないことを切に願います。選手たちにとって万全の状態でしっかりプレーができることを心から願ってます。どうか阪神が勝ちますように。阪神は精神的&肉体的疲労度、そして先発ローテ等、今が天王山を戦うタイミングでベスト、少しでも早く白黒つけた方が良いと思っています。こういう仕事をしてくれる人がいるから毎日野球が見られる。本当に頭が下がる思いです。阪神園芸さんのプロ集団のおかげで何試合が決行されたでしょう。いつもありがとうございます。巨人に2連勝して試合がない日もプレッシャーをかけ続けたいな。そう、阪神園芸さんの出番です。よろしくお願いします。イレギュラーボロのないように。やるんやったらコールドとかあかんよ、最後までやらんとな。そやないとグランドには出えへんよ。お頼むで佐伯、また雨天コールドは嫌やで。あ、雨が止んだ。決戦の舞台が阪神園芸本間神。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。